ぱ守備のところですね。攻撃のところは割と選手個々のアイデアでやるっていう感じなんですけれども、やっぱり守備はこうラインを高くとか人に強くとかそういうところは割と求められてると思います。そうですね、やっぱまだ勝利がないので、新しい監督になってから、絶対勝ちたいと思いますし、内容も見てて、もう一回試合見たいなと思ってもらえるような試合したいなと思います。